ういう動画見てたの？けどあれだね、最初より全然上がってこないね。ただまだあの剥がれてない油とか全然あると思うので、これで何回も清掃してあげてって。意外とそうでもなかったりですよね。そうだね、この辺がもともと油がいた跡なんだよね。てん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 ってなってるの。それが流れてってって感じ。そう、なんか剥がれたね。もうちょっと壁がいっぱいついてるの、ここら辺。そう、ほんとこれね、1ミリとか2ミリぐらいだから、このぐらいであれば大丈夫かなってところ。お、ここら辺少しあるよ。そうそうそう、これも薄いやつだから。もういたー、半分くらい埋まっちゃって。あいつ落とさなきゃだよ。 1.7メートル。これだよな、ね、強そう、うん、こいつは強そうですね、めちゃめちゃ、うん、1.7 から1.2 からゆっくり、まあ、60センチの間で、もっと奥もあるのかな、なんか。あ、でもこの先は綺麗だね、うん、なんかちょっと出たくらい、新しい管理に入りました。あ、これで他の排水と合流してるから、うんうんうん、水溜まってるね、うん、これ横だね、うん、横の管理だった。あ、こっち下水道だ。あ、何流す？水を流す。トイレの水？ここ下水道？うん、下水道だから水流したら。ありがとうございます。いや、別だね、他の手洗いとかの排水だ。風呂場のあれそうですね。流してみます。潜った。あ、いいですか。じゃあ一度すいません。もうなん結構。ああ、はい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 、音聞こえるな。ありがとうございます。なんか今潜ってなくない？うん、普通に地面を進んでるね。あ、これは剥がれてるね。うん、剥がれてるけど、砕かないと入んない感じ。そうそうそう。うわぁ、これも剥がれたやつが。剥がれたけど詰まってる。あれ、あそこ。うち、ここに剥がれてるけど、いっぱいさ、いっぱいがっちり組み合わさってるやつがいる。剥がれてる。7メートルぐらいだから。まだ電池はいっぱいあるね。ね、この辺はもう大丈夫、簡単に流れてくれると思う。来た、水。水の勢いだけで流れる。あと何回か高圧洗浄かけてあげれば。カメラで押しても壊せそう。どんどんこうやったらカメラでやられた。押せねえな、ちょうど脇行っちゃうな。ああ、なるほどなるほど。8メートルぐらい行けば縦管だから。OK、OK。まあ、あそこの2メートルのところだな、1.8 とか、あそこを落としちゃえば。普通に水流れたのに流れてる。あ、いるんだよ、本当に。あれじゃ、そのうち固まってまた汚れちゃうってこと？そう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 。1.59。
よいしょ。まあここを徹底的にやってあげればまたしばらくはねずっと気持ちよく使えるから頑張ります。頑張るぞ。うん、お、水の流れ急に速くなった。ここだ。おお、いるいるいる。あ、いるね、あるね。ここでカメラを待機させて、まあ、細かくは剥がれてるっぽいのでちょっと時間かければなんとかなりそうな感じですね。そう、剥がれた。剥がれるっていうのはいい兆候だね。結構剥がれてるね。濁ってる水が。かなり。レンズがね、どうしても。レンズが全部剥がれたわけじゃないけど、あれは剥がれてた下でぶつかってるよ。すごい速くなった流れが。あ、流れたよ。塊が一個。大丈夫。ありがとう。あ、剥がれたね。多分。あとはこの塊を。顔みたい。ドクロ型。ドクロ型だ。嫌な予感ですね。ほぼ取れた。
入れていきますね。これが台所の入り口で、油とこの隙間に入っちゃってるやつとかですね、はい、あとは接着剤の跡みたいなところに色がついてると、はい、まあ、薄い油があるっていう感じ でカメラで見た時にここで油が団子になってたような感じが今なくなって、はい、私に説明してくれてるんだ。であとは配管とかに問題があれば、はい、まあ、ここがちょっと水は溜まってはいるんですけど、はい、おそらく高温洗浄したときにここに油が溜まってたので、はいはい、こっち側はそんな水溜まってないので、うん、ちょっとなんかへこんでるんですかね。へこんでたりとか、その勾配っていう坂道が、そうですね、緩いような感じかなっていうところですね。もちろんこの辺にも油はいたとは思うんですけども、はいはい、まあ、なくなってるので。今3メートルぐらい、うん、ここが入れたメーター数なので、台所のこの口から3メーター40センチぐらい。まだ家を出てない感じ。そうですね、家の中の2階にいる感じ。でも2階にいます。で入れてって入れてってで、ここで何かの排水と合流してるので4メートルぐらい。水漏れ跡はあっちですもんね。風呂場がここで、洗面所がこっち で、はい、で洗濯機なので、まあ、そのどれかじゃないかなっていうところで、でまあ入れてって、若干ここも水は溜まってるんですけど、まあ、今綺麗なので問題ないかなっていうところで、ね、あ、でかいのが1個剥がれたのが流れてない。多分水の勢いで流れてくれるんじゃないかな。ナスが嫌い。さっきもナスはもう満足した。流れてきましたね。なっちゃんが使ったお水はそうやって土管の中を通っていって、最後外の土管に合流して。お水をきれいにする工場まで運ばれていくんです。で、ここまで行って、今もう油が薄っぺら以外はもうなくなって、はい、でこれが、はい、2階から1階に落ちる配管なので、とりあえず2階の油はもうほぼ、はい、なくなりましたってことになったので、あとはうるさい、お前たち。春は近いだから降りて、次なっちゃんの番。最後外から高圧洗浄して、この縦の管も清掃して、油かき出してっていう感じになりますね、はい、じゃあちょっとお2階片付けちゃいますね。はい、ありがとうございます。世帯住宅だけ料金が違うパターンはすごく多くて、はい、多分これですと、2世帯住宅の、全部の排水管の系統じゃないかなと思うんですけど、そうです、そうです、そうです。単純に2世帯なので、かける2なので、まあ、倍とまではいかないですけども、まあ、1.何倍とかにはなるかなっていうイメージです。ないですけども、業者さんによっては、2階ですとちょっとお値段高くなっていればあります。長いのと、あと今回の2階のパターンで、こう台所が今回一番上辺に当たるんですよ。でその排水管が伸びてって洗面台とかお風呂とか拾ってる場合になると、基本的に高圧洗浄って下から清掃したいんですよね。ただそれができないので、今回みたいな油が剥がれて、
体幹の先で詰まっちゃうみたいな状態が起こっちゃうと、ちょっとお時間がかかるので、お値段が高くなるっていう場合もありますね。で、最初多分すぐ流したら目立って上がってきちゃう感じがするので、はい、その差を見ていただければと思います。いい感じですね。しばらく流して変化がないか。最後ゴボゴボも音もないので、これで問題ないかな。